テリヤキのデッドバイデイライト。今回はザ・ピーク。ジグソーで遊んでいきたいと思います。さあ、まずパーク編成ですけれども、ルイン、ウィスパー、ナースコリング。そして、ザ・ピーク固有パークのメイク・ユア・チョイス、ですね、この4つで遊んでいきたいと思っております。おっと!いきなり発見!チョス!よーし。逃がしたくないね。追っかけよう。ん?右か。はい。この、はい、結婚で見つけた。はい。よいしょ。まあ、レディ研究所みたいに結婚目当てに追っかけやすいよね。うん、頭に仕掛けて、釣ります。よいしょ。まあ、僕実はね、ここの新マップ初めてなんですよ。おっと、早っ早ない?助けんの。空戻ってくるよ。おい、捕まえた。今のはちょっと助けられた方がちょっとかわいそうやったかな。もうちょっと離れてもよかったんじゃないかな。はい、どうぞ。さあ、これで、煮釣りですからね。もうあと、一回釣ったら、終わりですよ。さっきの黄色いジェイク、どっか近くで潜伏してんちゃうか?あ、おった、見えた。あ、そう。で、で、助けんの。これはひどい。無理救助ちゃうん、今の。赤い注射。そうか。助けられた本人、何起こったか分かってへんから。ねえ、いきなり、全回復できるやつや。へえ。無茶すんな。はい。こっちね。ああ、見えてる。はい。さあ、近づいてきたぞ。はい。すまない。ここで、仕留めさせていただくよ。ちょっと、ついてなかったな。はい、お疲れ様です。この発電機をね、ちょいちょい復旧させられてんのよ。なんかどっかに隠れてんのか分からへんねんけど。見つかれへんのよな。近くおるんちゃう?おるでしょ。いや、間違いなく近くに隠れとるぞ、これ。見つけれてないだけか。あら。私とかくれんぼするとは、いい度胸だ。あれ?誰か修理しとるぞ。どこや?どこにおんねん。めっちゃ近くにおるんちゃうか。どこ?そんな早逃げれる?都会の逃走術で下逃げたか。おかしいな。あれ?おった、お前か黄色に同化してて分かれへんかったわ。ほんま。ちゃんと、クリアリング?見なあかんね。いて。よし、詰まるぞ。いえはい。幸せのヘルメットだ。エンド。さあ、次行こう。おう?あそこで復旧させとるのかな?今回は、発電機の位置が、上の階が多いね。だいぶ偏ってるように思う。上の階ばっかりやな。下の階あれへんな。
非常にいいんじゃないかな。回りやすい。なんせお助けたか。よし、逃げたのは、ああ下に逃げたんな。うんうんうん、わかるわかる。おいし、はい、よいしょ。さあ次から次へと買っていこうじゃないか。おったおった、よし見つけた。ん、あ上や。おおおお、こんなとこ行けんのかいな。おおほほ、へえ面白いな。まあね、フレンドの方と僕はこのマップ、新マップをね、ぐるぐる回ったことがあるんだけど、お、はいはいはい。あれ、おお、そういうことか。ロッカーの中入っとったやん。あい、捕まえた。ここはソーワンの舞台だね、うん。はい、頭仕掛けよう。うん。なかなか忠実に再現されてるよ、このマップ。面白い。よいしょー。さあ、ああ復旧してるね、うん、はい。まあ今のはメイクユアチョイスの効果ですね。助けたものを60秒間の間に攻撃すると一撃這いずり状態になります。まあ、さっき吊り下げた人を助けた人ですね。いや、強いよ。メイクユアチョイスは使えるパークやと思う。ああ、今このスキルチェックのボックスでトラップ外そうとして失敗したらね、今みたいにケタ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 って笑われます。まあ、この人が失敗したんでしょうね。よしよし。おお、かっこいい、ここ。かっこいい。おい、見つけた。さあ、吊り下げよう。あー、近くに吊り下げ台あるな。オッケー、オッケー。おお、どっから入んねん、これ。あ、はい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 、大丈夫。うわ。うわー、この、ここのエリアかっこええわ。なんか豚、吊り下げられてるやん。新しいマップってなんか新鮮で楽しいね、やっててね。まあ特にね、まあ私そう好きですからね。まあレリー研究所と比較して道幅が広いで不規則、マップ覚えるの大変。まあサバイバーにとってすごい強ポジもあり、まあここなんか強ポジやね、強いよここなんてね。まあでも、ね、板と板の間隔が長いところもあるから、まあキラーにとっても有利な場面っていうのは出てくると思いますけど、ただ、まあヒルビリーとかナースは非常にやりにくいマップなんじゃないかなと思いますね。さあ、あと二人。はい、見つけた。ナースコーリング。地下で、回復している二人の姿が赤く強調表示されている。非常にありがたい。おるよ近くに。ああ見えた見えた。はいはいはい、隠れても無駄です。よいしょ。まあ今回つけていってるパークが非常に役に立ってくれているな、うん。メイクやチョイスはさっきね、発動しましたし、今はナースコーリングはね、発動しましたから。ただ、ウィスパーはね、このマップではもしかしたらあまり活躍できないかもわからんな。っていうのは、上と下に大きく、広いマップなんで、
まあ、ウィスパーで引っかかっているところが上か下かそれでは判断できないわけですよね。まあ、自分から 半径、ね、何メートル以内の、まあ、サバイバーが上にいるかもしれないし下にいるかもしれないということで、新マップではウィスパーは非常に使いづらいと思います。はい、ということで結局助けに来なかった。まあしゃあないね。はい、もう一人探そう。非常出口は先に、うん、見つけれたな。さあどこだ。まあ、ウィスパーは点灯してるぞ。あ、痕跡があった。こっちか。しかも傷ついてる。血痕が見える。よしよし、もう逃がさないぞ。うん、あー声が聞こえてきた。はい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 、フグタ君、そんな重そうなヘルメットを頭にかぶっていたいどこに行こうというのかね。